チューバー知ってる知ってるこれ知らないです。WBC でヒット打つとみんなこうやって。あ、そうなんですね。はい、あの見事に日本が、10年ぶり14年ぶり3度目の世界一ね。見た？あのやってることすら知らなくて私。おーい、あの昨日ツイッターを見て知ったっていう。おーい、じゃあ今までの経過も知らないんだ。あ、知らないですね。あ、そう、じゃあ準決勝のあの逆転とかも知らないんだ。メキシコに勝ったっていうのを、うん、昨日か一昨日ぐらいに知って、うん、あ、優勝したんだっていう。なるほど、メキシコに逆転勝ちしたのも昨日ぐらいに知って、昨日優勝も知ったと。はい、だいぶ世間から置いてかれてるからね。マジでテレビを見てないんです。ああ、そうかそうか。そうなんです。テレビ見な…あ、でもそうか、あの、うちの3歳の坊主がね、はい、何が好きかって、あ、まあ、あの、なんだ、あの、パウパトロールとか、ああいうのは好きなんだけど、はいはい、まあ、スポーツとかなんかね、やってくれたらいいなとか思ってたんだけど、うん、なんかね、野球、今回の WBC の野球にだけやたら食いついてて、はい、あと CM も今野球のものが多いんだけど、うん、そういうのも野球野球って、そうなんですか。あ、野球好きなのかなみたいなね、うん、でもなんかの時に野球好きなんです、じゃあ野球やったらどうですかみたいな、なんかやり取りがちょうどテレビでやってたんだけど、はい、あ、見るのが好きなんでみたいな、うん、やるのはサッカーですみたいな、うん、なんだっけな、なんか、あ、そっか、見るのも好きとやるの好きはまた違うんだなとか思ってね、うん、ちょっとまあ今度あの野球やらせてみようかなと思ってるんですけど、はい、はい、というわけで日本が盛り上がっているところで、はい、でも福祉だって盛り上がってるんですよね、はい、なんとあの今日、障害福祉サービス等に関わる事業者説明会っていう、見て、毎年この量ですよ、資料。あ、それで1人分ってことですか。そう、あ、しかもこれ両面コピーだから。あ、わー、すごい、読めるかっちゅうでも読まなきゃいけないです、はい、まあ、コロナ禍なのでね、あの、まあ、いつも毎年午前午後とか分けて、訪問系相談系日中活動系児童系みたいなのを分かれてやるんですけど、その資料はこれですよ。すごいですね。ん？新規事業拡充事業等についてとか、なんとか過誤請求とかさ、まあ、こう事務的なものもあるし、新しいサービスとかね、あと強制型サービスとか、まあ、こんなのがやってる、載ってるんですね。これを今印刷して途方に暮れているっていう。でも福祉だって頑張ってんだ、野球に続けみたいな。いよいよもう、明日ちょうど、一律系の学校なんかはあの終了式で、幼稚園なんかはそうなんですよ、うん、で卒業式はもうちょっと前に終わって、うん、いよいよお別れもあり出会いもあり、なんかこう人事のね、うん、移動の季節で、あのちらほらお世話になった方たちも移動だ、はい、みたいなことになっておりますが、気になるのはうちの法人でしょ。そうですね、ね、公開します、はい、でどうしようかな、移動してる人にインタビュー取る。そうですね、ね、その方がいいかもしれないです、はい、それ誰が興味あるんだろう、これ600何人あります、あります、ありますか、あります。今朝衝撃のニュースがもう一本飛び込んできて、はい、なんかついこの間始めた人がもう620超えたと。あ、はい、バカじゃないの1ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらいって、いや1ヶ月ぐらいじゃないですか、ね、1ヶ月ぐらいでこっちとら3年やって614なところ、1ヶ月足らずで620。 今見たら2人増えてました、うん、バカじゃん、622人でした、バカじゃないあ、そんなに面白いの、あのチャンネル。もう興味ある人はもう、どうしたらいいんだろう
コンテンツがそもそもねこっちと違うんで、まあ難しいですよね。いいよね、僕たちはあのやっぱ共生社会とか福祉とか、はい、そういうことだけでやっていきたいと思います。はい、というわけで今日はおしまいです。明日から、はい、移動のまず管理者からインタビュー取って送りたいと思います。はい、というわけでさよなら。